マコナコです。今回から FF の9の方をやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょうか。これは PC 版で、だが元となっているのがスマホ版らしいんですよね。なので、ユーザーインターフェース絡みは多分プレステ版とは全く違ったような見た目になるかと思いますので、その点はご了承ください。今プレイやってるの2021年ですが、これ将来的にまたリマスターが来るんじゃないかとも言われてます。まあ、その時ユーザーインターフェースがどうなるかも気になりますけど、まずはこの状態で、さてこれは音の設定がちょっとできないんでね、なのでものすごく音量が高かったりするので、そこら辺どう考えればいいかというわけで、ヒロイン、まあだからここら辺のグラフィックに関しては普通に綺麗だよね。もう今の段階でもね、特に FF8 のリマスターの時にはちょっとカクつきが大きかったりとかいろいろと問題があったんだけど、今回そこまでのなんか不自然さは感じないような気がします。まあこれ何フレームで動いてるかとかね、いろいろ問題はありますけれども、あグラフィックに関してはもうこれでプレステ時代だからね。プレステ時代最後の FF 魅力はあるかと思います。で PC 版3倍速とかあるんだけれども、それが気軽に切り替えられないそうなので、まあそこら辺でちょっと例えば FF8 とか FF7 の気軽に切り替えができた時と比べてちょっと遊びにくい差はあるかなと、3倍速とか使う場合はね。さてジタンだっけかな、そんな名前だよね。こんなこと言ってて全く違かったらあれだけど、序盤設定確認するためにちょっとだけ見たんだけれども、この辺りまで暗いな、誰も来てないってことは誰か来るのか。これはここで操作の説明、まあいろいろあるけど、また後また確認しましょう。キーボードでも操作が可能、マウスでも操作できるんで、まあ、そこら辺がスマホ用でね、マウスで操作できるっていうのは。で、一応ちょっと最初にこれコンフィグとかあるんだけど、音の設定、ボリュームの設定はできないので、また効果音も設定できないので、そこら辺のちょっと音のバランスが悪い可能性があります。またカーソル、カスタムとかあるのか、これ、コントローラー。ちょっとわかんないけど、どうなってるか。で、ATB はアクティブ、バトルはオート。でこの戦闘前の演出スキップがあるとなんかスキップできるらしいんだけど、序盤に関してはこれスキップなしでやって、もういいと思ったらオンに変えます。あと通常は走る。フィールドメッセージとかバトルスピードとかこのままで。ヒアというのは多分ここにいますよっていう案内が出るんだと思います。ウィンドウカラーはノーマル。クラシックだと？ああ、クラシックの方がいいか。振動はオフ。というような感じで行きましょう。こころうそくに火を灯す。でもコースフィールドなんかキャラクターしっかり描かれてるよね。ジタン名前8文字まで、顔文字記号を使わないでくださいって書かれてるね。どうすればいい？決定。まあキャラクターが綺麗になってるのはこうスマホ版を元にしてるからだと思います。プレイステ版元にしてないのでキャラクターはその時に切り替わってるんでしょう。ボスはもう来ているか。まだ辛い。これがボスか。ずいぶんと。ちょっと待って、ボス？これ敵ってこと？ああ、音楽いいね。音楽は。これ、なんか他の見方よくわかんないけど、戦闘。ATB ゲージがいっぱいになったらコマンド入力。左側から選んでください。 ATB ゲージがいっぱいのキャラクター名を選択するとこのキャラクターのコマンドを選択できます。ちょっと分かりにくいね。多分そこら辺はスマホ操作だからっていう可能性もある。順番の切り替えどうやってやるんだろう。順番の切り替えできるかどうかちょっと確認したいんで、このまま待ちましょう。あーちょっと待って倒されてんだけど、待ったらこう三角で切り替え可能か。
さっきの説明と多分ちょっと違うような気がするので、おっと頭が痛い、一人倒されてるよあの人どうなんの、かわいそうに、うん、これがボスか、バクー、うわ全然記憶にないな。 FF9 も1回だけプレイやって終えたゲームなの で、その時の印象はまあそこまで何もないんでね、なのですごい悪いという印象もないけど、なんかすごく良かったとかそういう印象もなかったので、普通に遊べるんじゃないかなと思います。だからユーザーインターフェースはさっき言ったようにスマホ版準拠なので、そこら辺が遊びやすくなってるのか逆に悪くなってるのかちょっと気になるところ。アレクサンドリア王国、豪族タンタラス団の目的はガーネット姫、これヒロインだね。なんか狐みたいな姿したなんか女の騎士みたいなねのがいるってのは覚えてるけど、まあ、逆に言うとそれぐらいしかもう覚えてない。君の小鳥になりたいを演じる主役のマーカスさん、マーカスさんこれ主役なの、これでこの顔で。ボリュームはどうなんだろうな、結構早く終わったような気がするので、普通に遊んでも早く終わったんであれば特に3倍速使わなくてもよかったりもするけど、うん、これオープニングにも出てきた女性キャラ、あこれ何、またオープニングみたいになってるのかな、そんな感じだね。あこれビビだっけか、なんかその名前でね、うん、黒魔導士、以前まで8までと変わって原点に戻るみたいな感じのねイメージで作られたと思うんだけど、このキーは実際どうなのか気になるけどね。FF は8がもう完全に人を選ぶというか、知ってないとどうにもならないとかそういう要素が多かったので、この9に関しても一応何もネット上で情報見ずにやってくる予定だが、一応この PC 版 Steam のページでマニュアルというものがあったので、昔ほどの多分取扱い説明書みたいに詳しくは書いてないんだけれども、多少の遊び方が書いてあるのでその点だけでもありがたいのかなと。もし分からなくなったら一回それを確認してね、 PDF ファイルで公開されてるんで確認してからやっていこうかなと思ってます。やっぱり説明書がないとねどうにもならない。この先の FF10 もどうしようかと考えていたので確認したんだけど、 PC 版はないけれどもプレステ4版の説明書がオフィシャルサイトに置いてあったので、それ見るとすごいもうページ数が長かったんでね、つまりそれだけたくさんの情報をねやっぱり事前に説明書の形で知らないとなかなかゲーム進めるのは難しいかもしれない。で多分今矢印が出たのがこのコンフィグのこのどこだっけか、ヒアアイコンだと思います、ここにいますよみたいなね。でこれが名前書いてないね、じゃあこのまま行きましょうか。どこ入れるかとかちょっと、おお、これお金持ってったんじゃない、大丈夫これお金そられたんじゃないこれ、ちょお金多分そういう流れだと思うけど、うん、ここら辺手前のキャラはまあ書き直されたかのようなね感じでね、逆にすごく見にくい描写のまま、昔のままの描写でちょっと見えにくいねキャラとかもいますけれども、まあここら辺でも全部あれだな、これカードやんのこれ、あそうだカードなんかあるようなこと書いてあったな、カードは基本的やらずで、うん、カバが見てんね、どこ行けばいいんだろう、今なんか道なりに人が行ってる方向に進んでるけど、あ違うこれまあでもこっち側でしょ、でも城じゃないこれ、
ケットブースでスタンプをしてもらう。これか、真ん中チケット書いてあるね。ここでチケットを見せる。やっぱさっきすられたんで、あ、すられてないわ普通にあるね。なんか変だね。あ、すり替えられた可能性ある。あ、ビビ喋らないかと思ったけど喋ったな。これをやる。ゴブリンのカード。うわ、これ音が耳に響くな音量調整できないのはちょっと想定外だったんでね。今何しよって、ちょっと見てなかったな。この辺も聞いておきましょうか。ブラネ女王が治めるとても住みやすい国。うん、ガーネット姫がいる。これもいいか。切りないね、これ会話してると。でもなんか会話で何かが変わるみたいなことも見たような気がするけど、その説明書まだがっつり見てないけど、ちらっとね見たんで。え、どこ行けってこれこれ一旦行き場所をちょっと確認できなかっただけでもう先進めなくなってんだけど。なんでこのガッタ？まあでもこっちが来たのが正解だったのかな。こけるから外れた。ひどい悪いようだね。仕事は終わり。これか、これ盗んだ人じゃない、さっきの。うん、偽物だった。俺の家来になれば今日の芝居を見せてやる。なりましょう。あっちから人が来ないか見張ってろ。多分どっかなんか登って目的の場所に行くんじゃない。計画実行。このはしご、うん、人来てるね。裏通りのジャック。あ、この人か。いや別にカードゲームで対戦したくない。今回どうなんだろうな、カードゲームやらないとダメなのかな。いや、ついていきたくないんだけど。あ、でもこれをやんないとダメなのかな、今回に関しては。なんとなく分かった。うん、まあ確認してもよかったけど、今回もできればカードゲームなしでクリアしたい。 FF8 もか、あっとっと、 FF8 もそれをなしでねやったんで。でここでファンクションキーの1を押すと3倍しかできるな。すごい速いんでね。まあ3倍かどうかちょっと分かんないけど、すごい今速度速くなった。だが通常時でも結構速いんでね。あ、ちょっと待って全然違う家入ったんだけど。うん、テンポは悪くないので登っから。おお、モーグリがやってきた。普通に喋るね。森の家来第1号モーグリの記録帳に書いてあげる。セーブしたくなったらモーグリに話しかける。ペントを持っていれば体力を回復することもできる。わかった。うん、セーブしたいんだけど上行っちゃったね。どこかから見るって感じになると思うけど。いや違うか、金を鳴らすのかなこれ。でも金鳴らしてどうするんだって話になる。ナフィンみたいなものが来てるんだけど。また旅に出る。
ちょっと長くなるかもしれない。元気にいるよ。城にいる。モッシュたち。モッシュって誰だろうな。モーグリ系なのか、それとも全くの普通のキャラクターなのか。さすらいの友達クポ。モグネットってのもあるんだ。なんかあったような気がしたけど、どんなのだかは記憶にないな。え、ちょっと待って、スロット10までしかないの？少ない。あ、でもスロット、あ、スロット1のスロット、これ最後いくつだろう。15か。150セーブできるってことか。うん、まだ名前はない。早く名前がある状況になりたいけど、まあ後でちょっと説明書一回読んだ方がいいな、これは。うん、深いところと思わなければいい。うん、そう言ったら落ちそうなんだけど、落ちそうなんだけど大丈夫。これいてなかった。ビビ、なんか急にこの画面になるからびっくりするんだけど。どうなんだろうな、ちょっと迷ったんだよね。リマスターになってからやろうかなっていうのもね。リマスターどうなるんだろうな。あるようなことも言われてるからね、実際あるかどうか分かってないんだけど。城の中、なるほどね、これ。うん、まあグラフィックに関してはもうピカイチでね。それは FF8 もそうだったけど、だが FF8 の等身大からまたディフォルメされた感じになったので、映像の雰囲気は全くね、また変わったかのような。あ、こんなネズミだったんだ。椅子に座らずに。これが女王？違うか、別のなんか観客の誰か？そして、ガーネット姫。あ、いるね、これ。この人も仲間になるはずだけど。名前忘れた。ガーネット姫はじゃあ名前変えらんないってことか。盗賊団の演劇が始まるんでしょ。うん、もう飽きたのか。女王がハッスルしてんね。お集まりの皆様、遥か遠い昔の物語でございます。コーネリア姫ってなんかどこかで出てきた名前だと思うけど、全然関係ないのかな。マーカスがコーネリア姫の父親に刃を向けるところから始まります。ブラネ女王様、ブラネ女王か、あれが。うん、盗賊団、これは時短も演技あるのか。ちょっとメッセージ早いかな、これ。まあでもこれが標準だと思うので。
これ自分でボタン押してないんでね、自動でメッセージが進んでる。マーカス活躍してんね。何戦うの？あ、音楽いいね。 Q の音楽はどうなんだろうな。ほとんどそのサントラを持ってないので聞いてないんでね。となるとディシジやファイナルファンタジーとか地形等で任意するかとかその程度なんで。魔法とかもあるのか。ファイダ、あ、ファイダっていう名前なんだ。ファイヤじゃなくこっちは食らってない。メデオメデオ、あ、違うわ。これは、この戦闘中だからこういう名前なのかもね。メディオ。ん？ダメージ今通んなかったね。ホーリー。回復ないのかな？アイテム、ポーション、シナ。これ実際の自分の持ってるアイテム使ってしまうのかどうかわかんないけど。どうなんだろう、このエフェクトは。まあさすがに違うよね、本来のホーリーとかとは。うん、結構ポーション使うのとか時間かかってるね。倒した。さて22。まあでもやってることはオーソドックスだからそこまで難しくはないか今の段階だと。チェンジってのが何だろうな。他のキャラクターと変えるのか前衛後衛とかがあるのか。魔法はダメージ受けないね。クリティカル。うん、このままで済むと思うなよ、マーカス。おっと？二つの国は平和になるのだ。なら最初から戦わなくてよかったんじゃない？場所を移動して徐々に近づいていくってことか。ちょっと待って難しいこと難しいことやらせんだけど、 A がどれだか分かんないよA がどれだ、 Y が A Y とか A とか分かんないんだってコントローラーが違うから。 A はどっちなんだろうな。プレステのコントローラーでやってるんで A とかないんでね、悲しいことに。ああ、なんとなく分かったな、 A と Y も分かったな、ようやくようやく分かった、ボタンが多分全部うまくいってるはず。いつになったら終わんのこれ。間違えた。あ、これで徐々に押し上げるみたいな感じか。31人が満足したようです。まあ、仕方がない。ブラニ女王は満足しなかった。これがどう影響するか。いや、チャンバラやらない。あ、おひねりね。お金がもらえる。うん。臭いとか言うのか？うん。あ、まあ
のサイズは合ってない。背中がかゆい。いろいろ文句が多いね。ポケットの底にはビスケットのカスが。例のものはしっかり持ってるのか。カエル？これ。ちょっと見えてないな。なんだこれ。虫か何かの。カエルではさすがにないね。ティーカップに眠り薬を入れてくる。女王様にスペシャルプレゼント。アレクサンドリア城内。うん。音楽はいいね、やっぱり。王室の観劇席がある。この上ね。マーカスがコーネリアの屋敷へ忍び込むシーン。ああ、こういう視点の切り替えはほんときついな。なるほど。これ何？逃げながらやるってこと？なんだ今の変な音。ああ、これこれ。来たね、いきなり。ヒロインが。道を譲ってくださらないかしら。顔を覗き込んでみる。どれどれ？うん、なるほど。ガーネットだと分かってないってことか？やたら突っかかるね。俺たちどこかで会ったことねえか。城から出てないからね。出会いようがないってことか？なんでこんなところで絡まれてるのかって感じもするしね、向こうからするとね。今のがガーネット姫だ。やっぱりそうか。分かってたんだ。うん。全然記憶にない、こんなキャラクター。ではない。ブラネ様のもとへ。これはどうなんだろう。ガーネットがいなくなったからってことかな。ん？でも向こうからガーネット出てきたけど、席は別なのかな。うん。どうなんだろうな、この導入部分。7あたりまではもう一気に物語の世界観にね、入るかのような導入部分が多かったけど、今回も結構勢いはあるけどね。キャラクターがかなり変わってしまうんで、なかなかね、主人公一人というわけじゃないから、判断がしにくいよね。このあたり、右側も確か仲間になるキャラでね、違ったっけかな。ベアトリックス。いや、仲間になんなかったっけかな。なんか女性のナイト系のキャラクターいたような気がしたけど。ガーネット姫が。カクカクしかじか。いや、隣にいたでしょ、さっきまで。ガーネットの姿が見えんな。国宝のペンダントを持ち去った。小娘って言い方はどうなんだろう。実の子供じゃないってことかな。まあ顔見ると違うような気はね、しないでもないけど。はあ、全然名前覚えてなかった。スタイナーね。
まあベアトリックスも覚えてなかったけど。フルート隊。誰も来ない。かわいそうに。ん、ああなるほどね。ミグルに剥がされた人か。あと6名もいた。うん。右側はお腹がたるんどる。あ、なにこれ動かすの。意外だね。あの話本当。何の話だろうね。ワイマール。パブのベイリーちゃんと、どんな話をしてたのか。というわけで、ここにモーグリがいるので、今回ここでセーブやって、終えたいと思います。今のところ、特に何か問題点があるようなところもなく、まあ、3倍速の、ちょっとね、やり方が、他のと違っていて、キーボードのファンクションキーを押さないといけないので、そこら辺がちょっと厄介かなといったところ。だがそれ以外に関しては問題なくといったところ。では、この後どうなるか、よろしければ、ぜひチャンネル登録して、次回以降もご覧ください。ではでは。